Boa noite, gente! Tudo bem? こんばんは、リスナーの皆さん。サンバダンサー、マサシです、今回2回目の放送となる新番組、マサシサンバコミーゴでございます、この番組は、サンバをはじめとするブラジル音楽を紹介するとともに、意外と知らないサンバの世界やブラジル文化を紹介する番組です。また、リスナーさんからのお便りやゲストさんとのコミュニケーションを通じ、はい、早速聞きましょうか、メールの方届いてます。アモー・トンジルさん、メッセージありがとうございます。読みますね、ボアノイチ・マサシさん。マサシさんはダンサーになる前何かスポーツをしてましたか？それは今でも何か役に立って、立ってたりしますか？私は今、昔、柔道をやっていて、今は全然やってないんですけども、受け身を覚えたおかげで転んでも怪我しにくいような気がします。そういえばブラジルでは柔術が盛んですね。2曲目はですね、パゴージのベテラン女性アーティストマルチナリアのナンバーです。彼女のライブも僕はラパで見ました、イケメン好きのね、やっぱり食べ過ぎました。本当に横浜さん、時計見てください。で、あまりものを押しているようだったら、今の曲集とかはそうすべて勝ち越して、はい、いきなりワンブロックでなんとかマジナリアで旅行って行っていただいた方がいいですか？わかりました。そういうところで回っていきたいです。はい、単に3本習いたいと言って、サンバ教室に行くとですね、自分のイメージと違うことがよくあります。単に3番のダンスと言ってしまうと、3番のペアダンスを習うことになるんですね。で、サンバジガフィエラというふうに言うんですけども、ラパに限らず、ブラジルでサンバのダンスといったら、どちらかというとこのガフィーラを意味することが多いんですけども、そのね、曲、ガフィーラで使えるような、サロンで踊るような曲ですね、タイプのサンバとパゴージの曲を紹介したいと思います。まずですね、サロンでよくかかるようなタイプのサンバ、これはですね、エミリオ・サンチアゴの曲なんですけども、これもね、とても上品な曲です。で、もう一つはですね、エザルタサンバ、これはね、リオでとても人気のあるパゴージバンドです。